こんにちは。ちょっと今日は一人でまず最初にお送りして、まあ、後ほど岡本さんが登場するっていう形でやっていこうかなと思います。まずインスタグラム TV の方では今日買い物するっていうような、まあ、なんかそういう動画を上げているの で、まあ、その中に、この SH のカバーオールですね、これを着る、シーンがあるので、ちょっと今日はそれを使ってコーディネートを組んでいこうかなと思っています。まあ、今季の新色ですね、このちょっとビビッドなオレンジ、まあ、なかなかちょっと他の、ね、ブランドさんではちょっとないような色かもしれないんですけど、まあ、これを昔の30年代とか40年代ぐらいのアメリカのカバーオールの形に落とし込んだっていうような、まあ、そんな形の、アイテムになります。まあ、今時期であれば、まあ、ちょっとまだ朝晩は少し肌寒いっていうことが多いので、すいません、テーマが来ましたので、まあ、朝晩がねちょっとまだ肌寒いので、まあ、少し上に羽織るっていうようなイメージが、中心かなと思います。まあ、なのでちょっと同じテンションの色味というか同じ系統の色味のレディホワイトのパーカーの上に少し羽織るっていうようなイメージです。まあ、かなりトップスが目を引く2アイテムなので、その他は割と黒であまりもう主張なしでまとめるっていうぐらいがいいかなと思ってます。で、普段だと結構シルバーの、ジュエリーとかシルバーのメガネをかけたりするんですけど、まあ、ちょっとこういうオレンジカラーなので、どっちかっていうとこういうゴールド寄りの方が相性がいいかなと思っていて、まあ、ブレスレットも時の、真鍮のモデルですね、これとで近しい色で、バディオプティカルのエモリでアンティークゴールド、まあ、この2色をちょっと色合わせてみて、はい、そんな感じでコーディネートを組んでみました。これからちょっと岡本さんの方にはもう少し先になるんですけど、どっちかっていうとシャツとしても着れるので、どちらかというと羽織よりも、まあ、シャツっぽく着ていただく、着てもらうための、まあ、コーディネートのちょっとご提案をしていこうかなと思います。はい、じゃあ僕の方では、先ほどとはちょっと違った印象で、夏に向けた、まあ、羽織というよりはもう本当にシャツを軽く羽織るっていう感覚での、組み合わせになります。まあ、だいぶちょっと気が早いかもしれないですけど、今ショーツですね、デサントポーズのかなり、まあ、ドライな質感のショーツに、中は小森の半袖シャツですね。もう本当にこれ1枚脱ぐと、あの真っ白でもう本当に真夏っていう感じのスタイリングになるんですけれども、まあ、オレンジがすごくこう差し色というか、まあ、映える組み合わせかなと思います。オレンジ以外はかなりまあ白ベースで統一していて、で先ほど時、ゴールドをつけてるっていう話があったんですけど、今のコーディネートだと、まあ、全体的に白の分量というかバランス的に白がかなり多いので、まあ、それに合わせてちょっとシルバーに寄せています。でメガネもシルバーですね。まあ、よりあとは軽さを出すというか、まあ、夏に向けたというところで、シューズはウエストオーバーオールの、まあ、デニムのシューズですね。まあ、ここもかなりまあ軽さが出るのと、まあ、靴紐がちょっとまあオレンジ寄りなので、まあ、そこでも色を拾えるかなというイメージです。まあ、ちょっとこんな感じで、まあ、あの半袖短パンだと寂しいな、ちょっと何かこう適当にあのガバッと羽織りたいなっていう時にもあの活躍してくれるカバーオールだと思います。はい、ではまた鈴木さんにお戻しします。はい、という形で、まあ、同じアイテムでも、まあ、全然違う見え方、まあ本当に長い時期ですね、春先、それから夏、まあ、香りとしてもシャツとしても着れますし、まあ、秋冬であればこの上にコート羽織っていただくっていうような、まあ、中に差し色的な、使い方もできるかなと思うので、まあ、なんか一つあるとちょっと他にはないアイテムなので、なんかいろんなことに使えるのかなというようなアイテムです。で他にもまあ定番色で、白とあとブルーですねの展開もありますので、まあ、その辺も一緒に合わせてみていただけたらと思います。はい、でまた明日ですね、ちょっと、明日は岡本さんのお買い物バージョンっていうちょっと動画を、
インスタグラム TV の方で撮って、こっちではまたその時のアイテムを使ってコーディネートをご紹介しようかなと思ってますね、はい、ではですね、今日はこの SH のカバーオールのご紹介をしました。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。